暴れ注意もしかして乙骨が助けた女の子ってさ。絶対乙骨に惚れたやつじゃん。よく見たらほわからめててくさ。この女たらしめ。化け物に食われそうになった時に颯爽と現れて助けてくれた上に尾形恵ボイスで頑張ったねってねぎらってくれるんだぞ。こんなん惚れるなってのが無理や。ちゃんと子供の目線に合わせて会話してくれるの好き。妹がいるお兄ちゃんは年下の女の子に対する接し方がうまいんだ。もしかしてリカちゃんが雑に呪霊を殺したのは乙骨がこの子に優しくしたのを見て怒ったからなのでは？リカちゃんがやりすぎたのはこの子が原因なのか。薪を回復しただけで嫉妬に狂う女やしな。リカちゃん、リカちゃんの精神年齢ってこの女の子とそう変わらないだろうし、嫉妬してからの八つ当たりはマジでありそう。怨霊化して乙骨の妹にすら攻撃的になったみたいだしね。乙骨に近づく女すべてが敵や。ゆうた何してるの？女遊びしてるだけだよリカちゃん。最低すぎる。失礼だな、純情だよ。いやほんと失礼だな。